皆さんどうもこんにちは。おかげさまで黒田博樹歴史講座の第23回目となりました。平成21年、一昨年ですね、一昨年の4月からほぼ月1のペースで続けさせていただいているわけなんですけれども、今回ですね、昭和天皇平成21年の12月に行った前編に次ぐ後編ということになるんですけれども、今回ですね、東京と大阪とそれぞれの場所で講演を行わせていただいているという企画を作らせていただきました。1週間前にですね、東京の方で行わせていただいたんですけども、おおむね皆様からご賛同の声をいただきましたので、今回も大阪の方で最後まで進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、前編の方ではですね、昭和天皇がお生まれになってから昭和20年8月15日に我が国が終戦を迎えるまでの昭和天皇を中心とする我が国の歴史について触れてまいりました。後編はですね、その続きといたしまして、終戦直後の我が国をめぐるさまざまな情勢を昭和天皇という一人の大きな人物を中心としてその周りから探っていきたいと思っておりますので、最後までお付き合いいただきますようお願いいたします。さて、昭和20年1945年の9月27日のことでした。昭和天皇はですね、 GHQ、連合国軍最高司令官総司令部ですね、この GHQ のトップであるマッカーサー元帥、このマッカーサー元帥と、お話しされる、つまり会見されるためにマッカーサー元帥アメリカ大使の公邸へと向かいました。で、この時にですね、マッカーサーは昭和天皇を要するに呼びつけてるわけです。そしてまたマッカーサーはですね、昭和天皇、つまり陛下を普通であれば玄関、公式アメリカ大使公邸の玄関まで出迎えて、で挨拶をするというのは普通なんですが、なんとマッカーサーは玄関に出迎えてません。そしてさらに会見場となった迎賓室があるんですね。で、この迎賓室でふんぞり返って待機してました。これが戦勝国と敗戦国との違いといえばそれまでなんですけどね。そしてマッカーサーと昭和天皇が初めてお会いになった時に記念撮影をします。で、この記念撮影が有名なこの写真ですね。当時の GHQ の最高司令官、ですね、トップと会うということで、昭和天皇はもちろん礼服でお越しになっていらっしゃるんですが、ご存知のようにマッカーサーと元帥はこのように兵服で、ね、会見を行うと。で、この礼服と兵服との違いというのが戦勝国と敗戦国との違いだということで、当時大きな衝撃を持って迎えられたわけなんですけども、さて、当時のアメリカですね、当時のアメリカは昭和天皇をどうするつもりだったのかということなんですけども、アメリカが考えたのは、何よりも日本を占領するときにうまいこと占領政策というのを考えなければならないのでした。そうすると昭和天皇の扱いをどうするか、もし戦争犯罪人として何らかの処罰を与えるとすれば、日本国民に与える衝撃は大きいだろうと。そうなると占領政策もうまくいかなくなる、これは困るということなんですね。そこで、アメリカと行くにはその辺シビアなんですよね。あくまでも占領政策をうまいこと生かせるために、昭和天皇の命は生かしておこうという考えだったんです。で、その指示を受けたマッカーサー本人も同じ考えでした。マッカーサー本人も自分が行う占領政策をうまいこと生かすためには、昭和天皇の命は生かしておくべきであるということなんですね。ところがマッカーサーという人はやっぱ不安に思っていました。何が不安に思っているかというと、昭和天皇と会見するときに、マッカーサーはもし昭和天皇が俺の命を助けてくれ、日本国民はどうなってもいいというような、いわゆる命乞いをするような人間であったとすれば、そのような情けない人間はやはり戦犯として裁かなければいけないのではないかというふうに思っていたんですね。で、マッカーサーがこう思うっていうのも実は無理ないんですよ。なぜかというと、
まあ、私たち敗戦というのはただの1回しか経験してないから結構わからないんです。わからないっていうか分かりにくいものなんですけども、そもそもですね、戦争しますよね。で、戦争して負けた。で、負けた国の元首というのがどのような運命をたどるかということです。大抵の場合はまず命を失う、あるいは覚悟を決めて自殺する、あるいは逃げる、亡命ですね。あるいはその後それまでの高貴な身分から一般市民として身分を落とされて、いわゆる市井の人間としてつつましく生きると、まあ、このような感じで、いずれにしてもろくな末路をたどらないんですね。で、例えばそれまでなんとか王朝って違ったでしょう。しかしこの地はその戦争に負けたということで、この地は断絶してしまいます。そして新たな王朝が建てられると、つまり今までの王朝とは全然違う新しい王朝の歴史が始まるということですね。まあ、こういうふうになるというのが普通だったわけです。ですからマッカーサーもそのような世界の常識から考えれば、昭和天皇が命乞いをしてくる可能性は十分であると不安に思ってたんですね。さて、その不安に思っていた昭和天皇がお越しになりました。で、マッカーサーは1対1で話し合いを始めたんです。で、マッカーサーは不安に思っていました。ところが昭和天皇がマッカーサーに対してまず第一に発せられたお言葉、このお言葉というものがマッカーサーの不安を打ち消すどころか、彼が想像にも及ばないものだったんですね。じゃあどのようなことを昭和天皇はおっしゃったのかと言いますと、こういうことです。日本の戦争責任のすべてはこの私にある。自分の身はどうなっても構わないから、今飢えている国民のためにぜひとも食料援助をお願いしたい。ついては皇室財産の目録をここに持ってきたので、どうか国民を飢えさせないための費用の一部に充てていただきたい。昭和天皇はこのようにおっしゃったんです。